稲葉康のこれがなきゃやってられない。まずはサーフボードです。自分はウェイドところっていうシェーパーの板にもう20年近く乗ってて、で今はこのモデルが Y3 っていうモデルなんですけど、4年前か5年前にウェイドところが宇都宮に来た時に一緒にサーフィンして、その時には、B3 っていうモデルをメインに使ってたんですけど、その3番ロッカーを生かしてちょっと宇都宮の波に合わせたような感じで作ってほしいっつってできたのがこの Y3 っていうモデルですね。で特徴としては、パワーがない波でも掘れたショアブレイクとかリーフブレイクでもそうだけど、掘れたポケットの動きもよく、パワーがない時も走れる、そんな感じの板に仕上がってます。おすすめの板を何本か紹介したいと思います。このモデルが X2 っていうモデルで、ちょっとパワーのない時やサイズがない時にも使える板で、結構ハワイではミックハニングとかも好んで使ってる板で、ちっちゃい波の横の走りもいいし、アクションもいけるっていう、結構スペシャルな板ですね。じゃあ次に、でこちらが今 T6 っていうモデルで、一番去年から今年にかけて一番人気のあるモデルで、クリティカルな掘れたセクションとかでもアクションとかがしやすく、なおかつパワーがない波とかでもスピードも出るし、今一番オールラウンドな感じの板はこの K6 が人気があって自分も使ってます。であとはもう本当の波が小波の時に自分が使用している板で、これは SF2 ムーンっていう板で、もう膝とか膝以下とか普段乗れないような波の時にちょっと引っ張り出して乗ってる板で、もう普段いつもだったら乗らないような波でも乗れちゃう、これもスペシャルな特別な板です。次はウエットスーツです。このウエットは自分がスポンサーしてもらっているウェーブウォリアーズの、今年のモデルで、フロントにショートジップを持ってきたことにより、防水性にも優れ、アッパー外れとかもなく、非常に着やすいモデルになってますね。であとは生地はレッドオートバーナーという撥水性の高い紐の生地を使ったところで、すごい保温性にも優れてて最高のトムです。次は、エリエールのダブルのトイレットペーパーです。前回でもお話ししたように、自分はトイレが大好きで、大好きっていうか長い時間も長く入るんで、で自分のお尻に今までいろんなトイレットペーパーをテストしてきたんですけど、一番ヒットしているのがこのエリエールのダブルでした。なので必ずちょっとした旅や旅行に行く時にも持っていくし、車の中には必ず2個ぐらいと、自分のリーバッグの中にも必ず2個ぐらいは常備入っています。で海外に行く時なんかはこれ中にロール入ってるやつを2つぐらい必ず持っていくようにしてます。最高です。最後は私が経営するディープサーフです。ディープサーフは、所サーフボードをメインに取り扱っていて、その他にロックダンスやファイヤーワイヤーなどを取り扱っています。でファイヤーワイヤーに関してはいろんなボードをテストしていただける、デモボードセンターもやっているので、お気軽にボードのテストに来てください。あとフューチャー品も、
テストライドセンターをやってるので、いろんなビンが試せるので、それを、お試しください。そしてウェアは、自分がスポンサーしてもらっているゴンゾーサーフや、息子の稲葉レオがスポンサーしてもらっている、ビラボンの洋服、その他にもボルコム、OP など数多く取り揃えております。さらには、フリースタイルの時計やボンジッパーのサングラス、あとはこういうデッキパッドや小物なども充実しています。そしてリーフのサンダルに関しては、1年間を通して常備100足以上取り揃えているので、冬場にサンダルで困った人とかはお店まで来てください。お待ちしてます。